はい、それでは選手ご一同様、ご指定の位置へどうぞお座りください。はい、それではご一同様、最大に向かいましてご一緒に一礼お願いください。礼。まずは株式会社ファジワの岡山スポーツクラブ代表取締役社長手川信之様、よろしくお願いします。では続きましてファジワの岡山監督木山さんです、どうぞ。続きまして、こちらの岡山選手代表、宮崎博子殿。選手の皆様、ご自身にとってご留守いただきまして、ご一緒にご拝礼をお願いします。まず今日ですけれども、特に何を祈願されますか？とにかく J1 に昇格することで、そのためにチームの選手が1年間怪我なく健康でプレーし続けられるように、そういうお願いをしました。木村選手、個人的に何かお願いしたことってありますか？まあ、そうですね、エマにもちょっとまあ涼しくたくさん振らせてもらったんですけども、まあ、ゴールとアシスト、まあ、去年からずっと掲げた目標なんですけども、まあ、昨年度は達成できなかったので、今年こそはと覚悟を持って、そのこともお願いしました。ね、まあ、まずは本当に目の前の練習一つ一つに全身全霊で取り組むっていうことを意識しています。まあ、そういった中で、まあ、チームが J1 昇格を目指す
ための原動力になれるように、まあ、どんな形でもいいのでチームに貢献できるようにということを今は考えております。チームの J1 昇格に対して自分自身に何ができるのかっていうのを常に試行錯誤模索しながら、自分がしっかりと役割を果たしていければと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。